ハイナは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州、バルデック・フランケンベルク軍に属す、町村である。ハイナは、ケラーバルトの南西斜面に位置する。この町は、ボーラ川に面しており、ホーエロールにも近い。ハイナは、北西は、フランケナウ、北東は、バート・ビルドゥンゲン、東は、バート・ツベステン、南東はイエスベルク及びギルザーベルク、南は、ゲミュンデン、西は、 ブルクバルト及びフランケンベルクと境を接する。この町は、12の地区からなる、キルシュガルテンを含むアルテンハイナ、バッテンハウゼン、ボッケンドルフ、ドーデンハウゼン、ハッテンベルク、ハイナ、ハルゲハウゼン、ヒュッテンローデ、レールバッハモーンハウゼン、オーバーホルツハウゼン、レーマースハウゼンである。ハイナの旧市東海修道院は、 ヘッセン州のゴシック様式の修道院施設として最も重要なものの一つである。ハイナ修道院はベルク地方のアルテンベルク修道院から来た修道士らによって創設された。彼らは1144年にレールバッハ近くのアウレスブルクに定住し、その70年後にハイナに移転してきた。寄贈、購入、交換といった手段によってハイナの死闘会修道院は、 ベーザー側からマイン側に至る裕福な王子主となった。1527年、ヘッセンホーハクフィリップ一世によって、修道院は廃止され、国立の病院に転用された。現在、この修道院内には、精神科病院がある。1789年、この施設の管理者だった、フリードリ・ヒホン・シュタムフォルトが、シュタムフォルトシャー庭園を造営した。ハイナの町議会は、 23議席からなる。ティッシュバインの成果これらの文献は、翻訳元である、ドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。